週刊誌の週刊誌監督憑依させてる今桃です。朝日です。桃です。高いさあということで案件に来は今日だから案件に来ないですし、はい、案件に来そんなに言うほど知名度ないからあ、そうだ。いやマジ動画で引っ張ってこないこれのままいつかブレイキングダウン出したいんやけど案件に来案件に来そっち即負けるよで今日はね、はい、思いと愛されてるの違いについて話なんですけど、これ女子ね大事かもね。ふと思ったんですよ、うん、紙一重やなと思って。思いって言われるけど受け取り手側にもよるし、結構ちゃんと普通にそれ尽くしてるだけじゃね、うん、っていうのもどっちにも捉えられる時があるっていう、うん、あるね。なんでちょっとこれをつつうらうら付き合ってきた皆さんと話して、うん、はいはい、やっていきましょう。違う渋気づいちゃった。はい、じゃあ、はい、思いと愛されてるの違いについて話していくんですけど、はい、まず最初にそもそも思いって思ったことがありますか。付き合う前に思いって思うこと、愛されてるって思うこと、うん、でこれが付き合った後にそれぞれ思うことみたいな感じでちょっと3部でやっていこうかな。なるほどなるほど。まず最初そもそも思いって思ったことありますかっていう。彼女ってことかな、思いって。あります。彼女とかデートとかいろいろだね。片思いで告られ方が重いとかあります。あります。あります。まあ、ないと。まあ、そうだよね。おい、誰がやねん誰が重いと思うほど愛されてないやねん重いってどんな時なんですか。こっちの言うことを全く聞いてないとかじゃないですか。A 塩梅作ろうやって言ってんのに、こっちはこうしたいからもう突き進めてくる時は重いやと。あー、なるほど。例えばじゃあ週7電話したい、週4電話はやったらいい、いや、私は週7電話したいんでかけます、出れる時に出てください、これは重いです。なるほど。あんまりしんどいね。5、6とかにするんじゃないの。そうそう。あ、じゃあ、あなたが週4でやったら、じゃあ私も週4になるか、はいはい、じゃあ週5にしんやったら別に、まあ、重いとは思わない。結構ってことだろ。わがままっていうか、だから自分が満たされたいラインが決まってて、そこに相手が合わせてくれないなら、うん、無理ですは重いと。うわ、これ結構満場一致で重い感じ。それ重いな。重い。ジョンの女と飲みに行かないでみたいな。おんもとかやめてください。どうしたよ。コメントすなよ。撮影中にお前。プレミア公開してるんだよ。コメント打つ。ジョンは大学生の頃とかに、うん、他の人と飲みに行くのやめてみたいな。ああ、束縛系。なるほどなるほど。逆にそういう人付き合ったことないの。行かないでみたいな。俺はない。ないんや。俺もないし、重いなって感じる子は多分あんま好きにならへんだろう。ああ。じゃあ今はどっちがいいの。重いのはやっぱもう嫌な。いや嫌でしょ。でも目ぇらかさせそうってよう言われてるやん。言われてるよな、安田なんか。その自覚はある。製造機。ないって言ったから。ないんや。ない。なんだ重いって言うけど、お前がさせてるっていう可能性ある。ああ、そういうこと。不安がらせてるっていう。あ、だから昔は多分そういう子好きやったんやと思う。まあでも不安がらせてたらそういうことになるっていうのはよく聞くよね。でもあんまり不安がらせる感じのことせえへんね。いや、昔は雑やったからね。そうなんや。そうそうそう、ほんまに今の妻原じゃない。こんなに大切にするというか、相手目線に立ち出したのは。え、じゃあやっぱ大切にしたら重くならない。多少は効果あると思うけど、結構気質というか、その子の自立性な気がするけどね。めっちゃわかる。そこが満たされるかどうかでしかない。そうそうそう、結局俺がいて立ってる人っていうのは、俺がいなくなると寂しくなるから、そもそも一人立てる人かどうかの方がなんか要因としてはでかい気がする。うん、薬みたいなもんで自分が治したいかどうかみたいな、その子によるよね。そうやね、ずっと痛み止め飲んどきたいか、手術して痛いけど根本治療受けたいかみたいな。そもそも重いっていう女子は自分の幸せの基準を押し付けてくるみたいな感じ。重いなって感じる。タイプが合ってないって感じもあるよね。そうそう。ああ、シンプルね。好きな男と一緒に選ぶのは多分大丈夫。ああ、そうだって。あんま恋愛の比重高くないタイプの男だから、女子の中で普通だとしても重いってなるかもしれない。確かに、重いの好きって男おるもんな。そう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 。だから逆にこっちが重いって言われる時もあるしよ。だから幸せを感じる基準がこう人によって違うみたいなあるやん。スキンシップに一番幸せ感じるか、贈答系、時間を一緒に過ごすとか、それで変わってたろうな。言葉くれるとかね。ずれるかもね。で、付き合う前にこれされたら重たいわっていう、まあ実体験とか想像とか。逆にけどこれめっちゃ愛されてるわって思うやつ。重たいで言うとやっぱ物もらったりしたら結構重い。ああ、それはちょっと思う。俺付き合う前に、あなたのために系はちょっと重いなと。身につける系とかさ、付き合う前にネックレスとか指輪とかはちょっと怖い。やっぱ重いんじゃない。ああ、それは怖いかもね。でこっちが好きやったらいいけどな、嬉しいけど。だ、欲しいって言ってたリングとかやったら別にあれやけどっていうこと。話のあれを拾ってくれるとかやったら嬉しいけど、まあ、でもそれでも物はやっぱちょっと申し訳なさが勝つかも。つけてから欲しいよな。うん、そうそう、できれば。リーダー別にそんな物もらってそんな嫌なタイプじゃない。
いや俺結構嫌やで。あ、そうなんや。その尽くされるのとか結構嫌なの。あ、そうなんや。そうなんや。尽くしたいんや。尽くしたいっていうか、なんかそんな別に気張らずにやろう、行こうやみたいな感じ。なるほどね。もてなすされるの嫌や。そうなんや。もてなされるの返さなと思う。そうそうそう。結構しっかり優しいというか、 LINE 来ても返さなったら困るっていう。でも基本付き合う前は物あげん方がいい。逆にプレゼント系でこれは俺めっちゃ愛されてんなって思うプレゼントは付き合う前、うん、あ、俺食べ物系かもそれで言ったら、あ、それで愛されてるってなんねん。それは思うかも。シンプルに、なんかそのコスパやな。急に来ました。急に前出てきたよ。コスパジョッキーが。ささささささ、こう追い上げてきたよ。馬に乗った。いやいや、でもそれは思うかも。ちっちゃいワードを拾ってて覚えてくれてたよ、嬉しい。ああ、だからそこやんな。そうそうそう、あの時これ好きやねんとか言ってたやつを覚えてくれてて買ってきてくれるみたいな。そうそうそう。俺、最近自分で1000円ちょっとかな、スターウォーズのベアブリックのメモを立ててみたいな買ったんやけど、そういうなんか、あんたスターウォーズ好きやんなみたいな。ああ、なるほど。かつ安くてちっちゃいものとかだったら結構嬉しいかも。そうやな。じゃあ気使わないレベルのものとかで、そう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 、話の文脈が昔あって覚えてくれてたやつが最強ない。それは結構嬉しいかも。考えてくれたかもかな、自分のために。それで好きになるとかあんまないけどな。まあね、好きな子がしてくれたら嬉しいっていう感じかな、まあ、割と。まあまあまあ、ストーリーがあって。付き合う前1個言っていいですか、うん、おー、2軒目払われた時。あー、1軒目は終わって、2軒目私出すよみたいな感じで言われたら愛されてんなと思うかもね。へー、気にかけてるな俺のことって。あー、なるほどね。男女ちゃんとした意味で平等な人は好きだよね。あー、なるほどね。うん、その気にかけは好きだよな。そう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 。じゃあさ、払ってもらいました、女の人に払ってもらいました、うん、そこめっちゃいいやん、うん、でそこすぐ出たら、うん、バイクめっちゃ通ってるから危ないよって言われたらどうする。ちょっと嫌やな。ガキじゃねえしって思うな、やっぱ子供だからみたいな扱いの気にかけられ方は大人なんでって思うんやけどね。付き合った後に思いと愛されてる違いっすね。それ確かに難しいね。連絡絶対してとかちゃんとか行くんやったら、あー、何時まで帰るとか。これなんかその理由が説明できないそういう要望が多いと結構重いって思ってくる、うん、これしんどいにニアリーかな、うん、重いとしんどいが、いやいや、なんでそれせなあかんの、なんででもっていうことが多いとしんどい。だから帰って連絡してほしいも理由が、だって12時過ぎたら心配になるって言われたら、うん、あ、そうか、なんか不安じゃんとか言われたらちょっと無理。うん、ご飯抜くべとくからやったら、なんかそのめっちゃちゃんとした理由や。めっちゃ LINE するよ。ご飯好きやな、あいつ。あれかな、何時に帰るか教えてって言われたら俺はやれるんやけど、言われてない状態でなんで先に連絡しないのっていう、先読みしてよっていうスタンスで来られると思う。あー、それしんどいかも。愛し合ってる二人なんだから、ね、言わなくても分かるでしょ私の普通っていうスタンスが出てきたら、はい、ちょっと重いなって思うかも。無理やからっていう、そこは話し合うことやでって思うっていうか。いや、逆にめっちゃ愛されてんなと思う瞬間だし、これ愛されてんな、多分それでひっくり返していける。愛されてんなはすごい、やっぱ好物作ってもらった時とかじゃないですか。あー、お前も飯言われできるようになったこと褒められるの結構好きやけどな。座ってトイレしてって言われて、それガキじゃん。結構ガキじゃしないんじゃん。だって俺成長してるやん、そこは。今がガキだとしてもそこは育って成長してるやん。いやー、ジョンは難しいな。ジョンむずいでよ、ほんまに。ネガティブ指摘に興味がないんやな俺、多分他人からの。自分でリスク管理してると思ってるから。ポジティブフィードバックが好きやな。あー、じゃあ褒められるのは別に。褒められるのめっちゃ好き。いやーっとね、可愛いは引っかかるもんな。あれね、違うね。俺ライブでも説明したんやけど、俺可愛いって俺全然大丈夫なんよ。むしろありがとうなんやけど、そのなんか可愛いって言われた結果、みんながなんとなく安堵の雰囲気に漂って夢を追う速度が落ちるのがすごい嫌って話なんよ。俺ら側だったから。そうそうそう、そうやね。だからみんなに可愛いって言わないでっていう切れ方やねん俺、あれ実は。俺そう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 、ぬるま湯につけないといけない俺の仲間たちよっていう怒りやな。届いてからにしてくれっていう全ての夢がっていう。こういうことやったら怒るからやらんとだとかは結構愛されてるなと思う。あー、こっちの地雷を受けてくれるってね。そうそうそう。例えば、うん、第三者と話してて、うん、もう終わりましたと、うん、で、まあ、じゃあ彼女ないし奥さんと帰るわけ、うん、あの時めっちゃイライラしてたよって言われた時とか結構愛されてるなと思う、うん、あー、見られてんの好きよな、分かってくれてんのとか。あー、それは好きやね、うん、こういうのも好きやろうとかも好きやんな、そうやね、うん、全然ちゃうかったら全然めっちゃ冷たいけど。違うよ、ね、結構その日やったこと楽しく話してくれるのとか俺結構感じるかも。愛してされてる。お前最強ちゃうそれ。
楽しそうに報告してくれたらお前も愛されてると思うやろ。いや、そうそうそう、お前聞き上手のゴンゲやで、そんな。え、俺そんなめっちゃ嬉しいけどな。正直、そうじゃない、究極、ご機嫌でいてくるだけで俺幸せやけどな、もはや。まあ幸せやけど愛されてると思うやろ。思うよ、自分で機嫌管理してくれてんねやと思うもん。ガチで、だってそれをめっちゃ幸せな話すことが幸せなの。その相手が俺なんやっていう、そう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 、全然それだけが欲しい、もはや。何か知らない世界。そうなんしか言わへんからな。そうやね、返事は俺らもそうやね。そうなんやけど、お前一緒か。そう、俺らのアウトプットは多分一緒やな。内側があったかいっていう。心あるやん。だからお前多分あるねん。あるよな。後天的にお前心臓作り出しただけだよ。そうそう、この前さ、ストーリーでさ、今週のワンピース見て泣きましたっていう心あるアピールしてた。してたな。心してた、してた。俺にも心あった。急になんかしてきたよな。可愛かったよな、あれ。やろ、されたこうと思って。確かにな、あんたこれできんしなとか言われるのも嬉しいかもな。それはいいよ、否定やん、否定やけど、自分のこれはできないはしっかり理解してるから、それって事実だから否定じゃないよな。できるのにできないよねっていうのは否定で、あんたさすることできんからもうしっかり言うわみたいな、ちょっと俺の苦手に説明してくれるのすごい嬉しいかも。やっぱ難しいな、ジョンは。いや、むずいやろな、ジョン。むずいと思うね、俺。まあけど、総じて多分愛されてんなと思う時は、楽しそうに過ごしてくれてるか、自分のことをよう分かってくれてんなって思う瞬間か。重たいわ、つけてから。重たい、重たい、むずいよな、そうなってくるの。こっちのコミュニティにめっちゃ入り込もうとしてこれたら重たいなとか思う。撮影現場行きたいとか、例えば今やったら、重ーって思うの。全てを知るためみたいなテンションで介入しようとしてきたら結構重いな。確かに。まあ、だから知らんことに余裕がないときつい、ね。あ、そう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 。あ、俺あれかも。帰りが遅いときに起きて待ってる。重いんや。重いって俺は感じるタイプだもん。だから俺も明日の朝一緒に元気でいた方が嬉しいなって俺は思うタイプやから。いや、なんかそれ難しいのは、うん、それで機嫌悪くなられるぐらいやったら寝ていてほしい。あー、なるほどね。機嫌悪くなる子もいんねん、多分。うん、そうやね。不足でとか無意識に。だから結局こっちがな、求めてへんことをやって、それでこっちのせいにして怒られたら重いよっていう話でさ。何ですか、そうだろう。俺はもう大体ドラマに1回詰めたから、それ見てもらった。あっ、直近のやつとか。確かにね、直近のやつ。それかっこいいな、作品に全部詰めた。でもあれ付き合ってないっすよ。あれも元カノとかに言われたことがそのまま詰めてんねん。ええー、まあとか、その付き合うに至らなかったとか、全部が同じ人じゃないけど、そうやね、いろんな人との物語が。登録熱ーということで、はい、分かったか分からんかよう分からんけど、はい、思ったより俺喋ってみて、うん、重いと愛されてんなって結構紙一重というか、俺裏表やと思ってたんやけど、はいはい、結構ジャンル違った。ちょっとちゃうな、ジャンル違うかも。ね、もう程度でもなかったよな。そう、俺もっと程度とか受け取り方の違いかなと思ってたけど、そもそも結構ジャンルが違うと、はっきり分かれるかもね。もし多分今は重い方をやってるかもなっていう人はあんまり多分得しないでね、うん、いいことが誰にもないんで、よかったら愛されてんなと思う方、はい、お互いにやれるといいな。お願いします。文字読んでいきましょう。はい、はい、乾杯。うぇー、幸あれ。あいつ先に取ってくるな。いい言葉ですねってコメントされてるな。今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく。チャンネル登録もお願いします。ということで、今日も一日お疲れ様。